プラスチック製品は今大きな社会問題をはらんでいる。あ、また捨てられた。僕みたいなプラスチックゴミは自然に分解することができないんだ。年間800万トンのゴミが海へ流れ着く。ベトナムでも今プラスチック削減を目指しているんだ。ただゴミのポイ捨ても大きな問題だ。まずはゴミはゴミ箱へ。